はい、どうもやっぱです。さあね、今日はね、稼ぎに行こうかなと思うんで、ソクラジ特艦やっていきましょう。ってことで、装備としてはこんな感じ、欲張りセットで来ております。金装で来ようかなと思ったんだけど、金のベストと金のバッグをつけた瞬間、2連続死んでロストしました。普通のでやっていきましょう。よし、やっていきましょう。さあ、ちょっとね、場所としても遠いんで、まあ、敵とね、合わないようには嘘。敵、銃声聞こえたら絶対行っちゃうけど、まあ、うまいこと接敵できるように、ちょっと立ち回りながらね、走りましょうか。地下から入るのね、俺あんま好きじゃないんですよね。でもまあ、ちょっと距離的に地下から入っちゃうか。地下なんかイモリがさ、ソロ多すぎて、シャレにならんので、地下行きたくないんですよね。なんですけど、まあしょうがない。行きましょう。もう行ってるね。やってるね。反対側から撃たれた。後ろから撃たれたぞ。ここ待ち方としてはむずい。来るかな。バレたかな。キス。おー、いるいるいる。二人いるってこと。この。シャンパー。サンキュー。はい、ありがとうございました。すごいな、なんだこいつ。頭おかしいんじゃねえか。何通装備できてんだ。重いだけじゃねえか。ちょっとさすがに重いだけ装備は捨てよう。あ、ちょっと待って、ここに捨てるとあれか、アサルト勢がいっぱいおいしいおいしいしてくんのか。中で捨てよう。どうすっかな、リード。どこに捨てようかな。見つかりづらいとこに捨てたいよね。ここかな。ここあんま来ないでしょ。音がしない。これ人だな。スチフロメット、お、めちゃくちゃ漁ってるやつだった。もうすげえ漁ってんだなこいつ。そっか、もう漁られちゃったか。なかなか銃声きたね。のべったー、一のべー。絶対に A は開けたいんだけど、前にこいつ殺すしかないか。来たな。今日いっぱい来るね、お客さん。今日いっぱいお客さん来るな。まあまあまあ、ありでしょう。まだ開けられてない。開けられたら速攻で行く。おー、のべのべのべい。のべ2のべ。でかい。まあまあまあ、好調ですね。好調寄りです。あ、好調です。かなり好調。さあ、真ん中は開けられちゃってると見てる。
ので、あっち側に行かなきゃだな。さあでもこの感じなら一回開けちゃおうかな、もはや。ここあ、来たな。場所バレすぎだな、これ。対岸行ったぞ。え、来る？もしかして本当に？そんな動きしていいの君？気づいてなかったわけないよな。しかし美味しくないね、君。美味しくないね。さて問題はあっち側にいたんだよな、人。まあでも開けてっちゃおうかな。ここ車線通ってないのかな。さあ開けたよ。来るなら来いよ。さあこっからはちょっともう、ああ金の目出た。あ、出た。これは当たり。浄水器たちをちょっとどっかに隠すか。いや、いっか。鱗めっちゃ出るな。あれ、いると思ったんだけど、開いてないな。どういうことだ？これは美味しいパターンか？これは出た。これどっかにまとめて置いときたいんだよな。まあでもちょっと多分持ち帰れないからな。いっか。開いてないんだ。まるまる開いてない。俺足音聞こえた気がしたんだけどな。オッケーオッケーオッケー。おいしいおいしいおいしい。さあ武器もちょっとそろそろ回収したいとこですね。いやでもグレポンちょっと大事なんだよな。おわっぺやっぺ出たな。もう出ない。これ捨てるしかないか。このさ金装備やめた瞬間にめちゃくちゃ美味しくなるのやめてほしいな。何なんだよな俺の前回の黒。何だったのマジで。やっぱ装備評価の額によって難易度変わってます。もしかしてそっち側全部開いてないのかな。開いてないとしたら相当でかいけど、あ、さすがに開いてますね。外側は全部開けたのか。開いてんな。あ、さすがに開いてるようだ。じゃこれで全部か。皮が多分開いてない。あ、外側バーって漁って逃げたんだな、これ。やべ、全部開けてる人だ。回復クレートまで開いてる。さっきのあれかな、倒したやつかな。ここはここもどうでしょう。開いてると。じゃあもうあとは川ん中と真ん中がどうなってるかだね。あっち側もでも開いてんだろうな、さすがに。あ、でもこの辺開けてねえんだ俺。じゃあこれ捨てよう。食べたー、美味しい。いやー捨てるかこの辺。弾捨てよう。ボス倒したしも。あと多分2個かな、開けれるのは。武器をどっかで変えよう。誰か武器落としてたかな。あー美味しくないね。でもね、まあ明後日
ってるやつ倒しちゃったからな。さすがにない気がするけど。外した。さあ武器変えようかそろそろ。いやひどい。あーないのか武器。あーでもこれの方がいいのか。16万8000円。ちょっとじゃあ真ん中をバーッと漁ってこよう。もしかしたら空いてないのがあるかもしれん。これで金武器が出てくれたらそれで十分なんだけどな。出ないよね。さすがにこっちは全部空いてるか。いやもうちょっと開ける場所ないかなこれは。お空いてないじゃん。これはでかい。来い。外した。でかい。まあでも捨ててくかこの辺。お開いてないじゃん。いや外してくね。なんか手前っていうかこの辺ってなんかいいの出づらい印象があるな。あここは全部開けてるのね。じゃあちょっと頼みの綱はあと2個だね。はい1個開いてない。あと1個あそこが開いてないといいな。 OK 勝ち。当たり当たり。うわ開いちゃってる。マジかよ。さあじゃあちょっと武器くれをバッと漁って帰りましょうか。よしじゃああれもらって帰るか。よし。ネットコブラってさ、いくらなんだ。こっちのが高いってこと？あと何ができる？俺何もできないな。武器くれからハンドガンの弾を拾うくらいしかできることがない。可能性としてボットを殺すか。あー外れ。さすがにそれは出なかったと。さあ回復はないんでね諦めましょう。食らう気はなかったんだが。さあここで精密アタッチメントたちが出てくれればそれはそれで勝ち。改良か。ダメですね。めちゃ死んでるな。弾捨ててこれ拾うか。ギリギリまで。さて250秒ある。ちょっと周り漁ってみよう。限界まで、限界まで増やしたい。そう可能性はね、ここだけ。修復スコーピオン。コブラ。どっちが高い ?16 万2000。16万8000。うわ、こっちのが高え。アタッチメントがあればコブラのがいくかもしんないけどな。うわっ来たこれ。でかっ。ラストに来たよ。これが配信者パワーってやつか。さあまだまだもうちょっと開ける時間はあるけど、さすがにもう開いてないだろうな。全部開けられてんだろこれ。いや開いてる、うん開いてるね。アサルトさんたちが開けてますねこれは。よし帰ろう。これ過去最高いったんじゃね。はい、ナイキどうなんだ。750万ナイキでした。金延べ6本、金塊1個。ちょっと出は悪かったけど、まあ、この辺がでかかったのかな。軍用回路基板が11枚とかね出てるからね。ほぼほぼ赤で帰ってこれましたね。はい、ナイキでした。